こんにちは、こてつチャンネルのこてつです。今回はなんとね、今日11月19日金曜日、今回はダイヤモンドパールの発売日でございますが、新作のね、あのダイヤモンドパールはあの 3DS で普通のやれるんで、まあ、リメイクやった方がいいっしょってやったことない。で、ダブルパック買ったんだけど、マイマイさんと僕がどっち選ぶか。僕はね、どっちにしよう。まあ、先なんかマスクみたいなのがついてきました。マスク、あっちよ。そしてこのアルセウスの、まあ、2月に発売されたアルセウスとダイヤモンドパールのチーズ、まあ、2個だって2パックだからね。1回開封、開封いきます。オープン。お、これが QR コードだ。モンスターボール。で、もう一個の、おお、これが2つです。青い四足歩行にします。これがマイマイさんです。やります。はい、これマナフィーの卵、幻のポケモンマナフィーの卵、あとアルセウスも出た、あとマスコットぬいぐるみとかも出るそう。おジローチミュウ、好きな贈り物で受け取ることができるのか、すごい受け取るぞ。そしてまあいつものやつ、あとちゃんとソードシールドの頃のアニメもまだやってるので、ということでゲームですよ。もう神王地方のね、これこてつくんはね、ソードシールドの動画出して、レッツゴーピカチュウからやってみました。はい、ではダイヤモンド、シャリリアン、トリリアンとダイヤモンド、シャイニングパールのダイヤモンドをやります。こっちのパールは、うん、マイナーさんと、まあ、動画会があって、もしかしたら動画になるかな。では行きますよ。ゲームの画面、ゴー。よし、ダンスしてるね、ボクスクは。ここで行こうか。はい、あんこさん。